諸々の仏たちは自国の菩薩らに勧めて無量寿如来を拝見させようとして言う。そなたらよ、教えを聞き信じ守って速やかに清らかなところを得よ。かの気高く清らかな国に行ったならば、直ちに超人的な自在力を得、無量寿如来の証を受けて必ず仏となるであろう。如来の本願力によってその名を聞いて生まれたいと願うならば、かかる人々は皆ことごとくかの国土に生まれる身と定まり、おのずから不退転の位を得るであろう。不退転の位とは悟りから退くことのない位。おのずから不退転の位を得るであろう。菩薩らよ、このゆえに誠の願いを起こして、私の国土もこのようでありたい。私もまた多くの生ける者たちを救いたい。私の名も明らかに十方の世界に達したいと願うならば、まず如来の国に行って億と数える仏たちに仕えて供養せよ。自在力によってあまねく諸々の国土に飛び、多くの仏たちを供養してから再び幸あるところに帰るであろうと。人もしも祝前がないならば、今この経を聞くことはありえない。清らかに戒行を保った者こそこの正しい教えを聞くことができる。またかつて狙いを見立て祀った者は、狙いの技を信じ謙虚にその教えを聞いて実践するから、歓喜に満ちて大いに心躍るであろう。傲慢で邪見を抱き怠惰な者はこの教えを信じることは難しい。すくせに仏たちを見立て祀った者は進んでこの教えを聞こうと願うのだ。アマンダブおよそ教えを聞いて修行する者や菩薩たちにして、よく狙いの精進を極める者はいない。例えば闇を道案内をしようとするようなものである。如来の知恵の大化は広く深く、そしてその底は果てしない。かの教えを聞いて修行する者や菩薩たちにとっては到底測ることができない。ただ仏のみが一人仏の徳を明らかに知っているのだ。たとえ全ての人々が完全に仏の道を極め清らかな知恵を得て、全て存在するものは本来空であると知ったとしても、彼らが億光の間にわたって如来の知恵を思い巡らし、また力の限りを尽くして解き明かし、やがて寿命が尽きたとしても、しかも如来の知恵を知ることはできない。誠に仏の知恵は無限である。このように如来は清らかな悟りに達しておられるのだ。およそ人の命は甚だ得難く、仏の財産に会うこともなお難しい。まして真と知恵を得ることはさらに難しい。もしも教えを聞くならば、精進してこれを求めよ。教えを聞いてよく忘れず、教えは大いで信じ大いに喜ぶならば、彼は我が良き親友である。それゆえに人はまさに愚道の心を起こすべきである。たとえ世界中が火の海となろうとも、ひるむことなく踏み抜けよって教えを求めて聞くならば、必ず仏の道を完成して、広く輪廻の海に浮き沈みする人々を救うことができるであろう。ナマンダーブー。